やばい。これは今までで一番やで。どん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 景色が。ジョブロック。リズワン。出発や。ナイロビに向けて。ケイスケ君が日本帰国するタイミングが一緒やから、ナイロビまで一緒に行く。そのままナイロビのスラム街行く。さあ、着いたぞ。めっちゃ都会やん。ここどこのゲストハウスでも階段長いな。うわほんまや。待てママすんなやっぱ。エクセデミー。They have two are マサイムラ。Tomorrow. I wanna reserve. Okay. いけるわ。Tomorrow evening. Yes. Tomorrow morning. Tomorrow morning. Okay. いい部屋やん。ここで運上今日は3人でってことは。違う違う。二人。もう一人増えるか。6年ぶりぐらいに友達とおって、レイシって言うねんけど、渋谷とかで起業して、マルキューら辺でマジでオフィス構えてた。アフリカで起業するって言って、会社売却して来てて、たまたまおって、頑張ります。サファリ明日ついてくるって。ちょっと YouTube の勉強したいって。YouTuber になりたいです。嘘つけ絶対嘘やん。とりあえずタクシーでキベラスラム街まで向かうわ。アフリカ最大って言われてたりとか、世界三大スラム街って言われてたりとか、多分規模がもうめちゃめちゃでかいから、俺らだけでも歩いたら分かれへんから、どういうところが見どころなんかとか、ケイスケ君に案内してもらって。うん、ケイスケ君の知り合い案内してくれるのはキベラの中に住んでる住人、その人のガイドに沿って行きましょう、うん、はい。こっからあっちがスラム。そう、急にだってゴミがでっかっ。やばい、あの鳥は怖いわ。ちょっとめちゃめちゃでかい。えっえっマジ。ハローハロー、ナイスミート。ウェルカム。この人たちに案内してもらうと。そう、今日はその2人に案内。心強いな。いや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 、ファインファイン、ウェルカム。ナイスミート。Yes. Walk around Kibera. Around Kibera. Yes. But he have to go back to Japan. From now. で、行っちゃうんですか。うわ、寂しい。日本でまた会いましょう。本当に、そうしよう。僕も2ヶ月後ぐらいですかね、帰るんで。クラウドファンディングもね、動画で言う機会あったら、もしよければ何か。クラウドファンディング始めます。そうですよね。いろいろ映ってるサッカーチーム、まだまだ支援金が足りてないんで、それに対してのクラウドファンディングを始めるみたいなんで、またよろしければ、この動画に間に合えば URL 貼っとくんで、ありがとうございます。ほんまにいい経験をね。うん、寂しいわ。寂しいな、寂しいな。ちょっと日本でまた飲みでも、はい、ぜひとも誘ってください。はい、行きましょう。東京も来てください。あ、行きましょう、もちろん。じゃあちょっと深夜も挨拶。お世話になりました。短っ。さっきほんまに寂しいって言ってたよ。いや、ほんまに寂しいよ。マジで寂しい。ずっと後ろ乗ったから。動画外で寂しいな、寂しいな、ずっと言ってたけど。ほんまに言ってた、ほんまに言ってたから。じゃあ、気をつけて、お互い気をつけて。はい。じゃあ、こんな、日本で会いましょう。はい。じゃあ、また。はい、ありがとうございました。すいません。気をつけて、また日本で。グッバイ。入り口みたいな、アフリカで2番目で、南アフリカのソウェトが一番、ケニアで一番でかい。すげえ、村みたい。雰囲気全然違う。おお、いっぱい豚。And って食べんねや。So big. How much is one month? About 3,000. 3,000? Yeah. 3,000 ぐらい。なんかホームレス村みたい、多摩川の。すごいしっかりしてる。めっちゃ硬いし、ずっとこういう感じなんや。うん、ナイス。え、これが学校。学校。わお。わお。教室見える？すごいな。スラムの中に学校あるんですね。すごいすごい。インディ・ジョーンズみたい。すげえこれ。売店とかある。うまい。コーラちょっと待って、色。そういうコーラ。しょんべんやん。
どん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 景色が基本的にこういう下水路みたいなのがずっとあんねや。まあまあ匂いしますもんね。ああ開けた、うん、はい。モセスの家に案内してくれて。なんなんこれ。すごいな。危な。ベリーグー。これエスジラは今までで一番やで。うん。How are you? Hi, good. Ah, fine. How are you? Yeah, fine. Fine. 明るいな。あ、山田。山田。Yeah. Nice to meet you.何やってんの、あの握手までの間。すげえ。お邪魔します。お邪魔します。あ、トイレット。うん、ナイス。ジョブジョブ。 Thank you。 おー、見えるかな。いや、大丈夫、見えます。あ、すごい、でも立派。スモールハウス。あ、グー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 チルドラン。今からちょっとこのトゥクトゥクに乗ってキベラのちょっと向こう側まで。キベラってほんまにでかいから歩いてやったら全部回られへんから。ノロノロトゥクトゥクで、こうやってこう後ろから強盗とかせんようにかな。広いんやな、キベラは、うん、ほら、あ、いろんなことやってる。それぞれが働いてるな。センターオブキベラ、うん、これランニング Now? ランニング、走ってんのこれ。え Now? すごいな、この景色。都会とはまた全然違った景色で、うん、綺麗な。Very nice day? 人、小宮山に寝てる。うん、ほんまや。何してんの。 Good weather. Very nice day.いやいやいや、このまままっすぐ行ってタクシー捕まえてナイロビのゲストハウスの方まで戻る感じや、うん、危険っていうのは全くないな。全然そうっすね。うん、すごい人がフレンドリーで、スラム街イコール危険っていうのを全く持って思ってないから、うん、貧困層が住んでてみたいな、それぞれの家庭があって、まあでも危険なスラムとかもなたくさんあると思う。すごい、キベラはめちゃくちゃ絵面が面白い。どこ見ても映画の世界みたいで、すごいアドベンチャーな気分になったから俺はここがすごく好き、うん、じゃあナイロビにゲストハウスに戻って戻りますか。はい、戻りましょう。明日からマサイツアー、うん、サファリとマサイ族と、アフリカって普通にライオンとかおるんやと思ってた。ダスで国立公園のそういう国が持ってる土地におるってことやな、うん、まあ、そうじゃないと食われんもんな。アフリカっていうのはとにかく金がかかるな、うん、想像してたんと全然ちゃうわ、うん、南米とかアメリカより全然かかるわ。観光で儲けてる国が多いからビザとか国ごとに50ドルぐらいかかるし、でやっぱ見どころスポットっていうのはツアーとかに集中してるやん、うん、てかツアーじゃないと行かれへん。だから今回ツアー企画、エヒツカっていい企画とインスタっていうのを分けてほんまに良かったなっていうのは思うけど、すごい俺は葛藤してるな今回の旅は。やっぱりアフリカらしい、アフリカ、自分が想像してたアフリカとそうでないアフリカっていうのなんか両方感じれてるけどさ、うん、後半なんかやらかすか怖ちょっと後半ツアーなしで、うん、ガンガン攻めた感じで行こうかなと。現地のルールに従ってやけどね、うん、明日動物をいっぱい見ましょう。はい、おやすみ。はや。ええー、なって思ったらチャンネル登録ほんまよろしくな。みんな人生楽しみまくろうぜ。